シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日はなんと怪物第2弾まさかこれ2回撮ることになると思わなかったよまあ皆さんの、ね、反響もすごく。これはじゃあ花からネタバレってこと？どうし、まあ一応やっときましょう。花から、はい、ネタバレするよ突っ込めないね、やっぱね。突っ込んで、ここにいる人も、ね、突っ込んでやれよってコメントがあったんですけど、いや、せっかく怪物だーれだを、うん、竹内さんがネタバレでやってんのに、うん、ここはどう突っ込めばいい？いや、だから突っ込めないなと思って突っ込もうとしたんですけど、突っ込めない。ネタバレオーレだって言えばいいんじゃないですか。いや、まあ俺マンボかな。マンボ？マンボ。何それ？彼ほら星川君、あ、マンボウか、うん、マンボウ、そっちかと思った。いやいやいや、すごい話が広がりますね。と、うん、いうことで、ものすごいたくさんのコメントをいただいて、すみません、私があの一個一個返信するのが、うん、これさすがに無理と思って。でもやっぱりさこちゃんが偉いのは、もう一回ちゃんと見てきてメモしてくるっていうのが偉いよね。と、はい、いうことは今日さこさんの独断で解説が聞けるということですね。いやいや、ということで、あのやっぱりもう一回見直そうと思って。偉い、さすがさこさん。いやいやいや、偉いな。見直したんですけど、うん、まあやっぱり見落としてたとこも多く、うん、あとだいぶ印象が変わるシーンも、印象変わるの？変わったシーンがありましたね。じゃあつぶさんに話していただきましょう。はい、わかりました、うん、ということで、うん、あの皆さんにね、うん、たくさんいただいたコメントを元に進行していきたいんですけど、うんうん、はい、どうぞやってください。あの最初に、うん、なんでこれだけたくさんコメントをいただけたのかなっていうのを、うん、竹内さんはどういうふうに思われますか？でもそれは怪物って映画のすごさじゃないですか。うん、うん、Tさんどう思いますか？やっぱり語りたくなる度が高い映画なんだなって思いました、うんうん、でもなんか自分の温度差より高いって思います。自分の温度差、自分が鑑賞した後より、うん、なんかこの自分が見た後、あ、みんなが熱がより高い量と。そうです、姉がたまたまその何日か後に見て帰ってきた日にずっと怪物の話をしてるから、うん、面白いって私も思って絶賛してましたね。絶賛もしたんですけど、ね、彼女に、うん、あ、そんなに刺さったんだねってちょっと引いちゃうとかびっくりするぐらいだったんで、うん、世の中の方もきっとそうなんだろうなって思いました、うんうん、まあ、なんかやっぱりこう正解がない映画だと思うけど、皆さんやっぱその正解に近いものを求めたい、うん、あとやっぱ自分が理解できなかったシーンはなんか他の人のいろんな解釈を聞いて、うん、その自分が納得するところまで行きたいっていうのはすごくあるような気がするよね。そうですね、まあ、そんだけ逆に言うと行間が大映画だし、しかもまあこれは僕の意見だけど、今回送り手側がかなり意識して、まあ、ミスリードというよりもその象徴性とか、うん、どう見ても見受けられるような解釈ができるようなシーンをわざとこう加味してるから、うん、まあ、逆に言うとそれは見てる人はそれに引っ掛けられるっていうのはあると思うんだよね、うん、そうですね。でそのまあ代表的なシーンとして前回飴を舐める、瑛太、うんうんうん、さんが飴を舐めるシーンを取り上げたんですけど、うんうん、そこに対してもすごくやっぱりご意見が分かれてて、まあ、我々が言ったようにちょっとやりすぎなんじゃないかっていう演出を指摘される方もいらっしゃれば、その逆で教育現場はね、やっぱりあの圧迫された状況で突飛な行動する先生もいるし、やっぱあれだけ圧力かけられたら飴を舐めたくなる気持ちも分かるみたいなご意見もあるし、だからそこに過剰な演出ではなくて、むしろ我々がね教育の現場を知らないからそう思ったんじゃないかっていうご意見もあるし、いやいや、ね、それを言ってるんじゃないんだよね、うん、それはね、それを言ってるんじゃないんだよ。だからちょっとね、うん、そうなぜそう言ったかっていうのを多分ご理解いただいてない視聴者さんもいらっしゃると思うので、うんうん、ちょっとそこを竹内さんフォローしていただきたいんですけど、飴を舐めることは、まあ、究極ね自然なことかもしれないし、うん、あり得るかもしれない、まあ、映画の中ではこの間も言ったけど、うん、その高畑充希ちゃんが前日か前々日に、うん、そのこの飴でも舐めてね、その何切羽詰まった時は、うんうん、そのなんか飴でも舐めてリラックスすればいいのよってことで、うんうん、まあ、その言葉が逆に呪文のように頭になったから、たまたまこのポケットかなんかに突っ込んでた飴をつい出して舐めてしまった、うん、この行為自体は全然あり得ると思ってるわけよ、うんうん、でそれが作為だって言ってんじゃなくて、うん、そのシーンを加えることによって安藤サクラ目線で描いてる第一部にこの教師が
全然社会人としてはダメなんじゃないかというイメージを付与する演出にしてるのが過剰だって言ってるんだよ、うん、そうですね、うん、真自体はあり得るけど真っていうかその彼の行為としては、うんうん、あり得るけど実際そうなったりして、うんうん、まあ教師としてはどうなんだろうと思うけれど人間としてその選択をされてもまあ仕方がないよねっていうぐらい切迫していたっていうのは分かるし結果論として飴舐めちゃった失敗したっていうふうにまあ小説でも書いてあるって言ってたけど、うん、ノブライズでね、うん、それもわかるけれどそれを付加することによって観客にこの教師は社会人としてどうなんだっていう疑念を植え付けるその演出であるっていうことが過剰だって言ってるんだよ ね、 その意図が演出意図がそこまで安藤サクラ目線で悪者に見せることをやっぱりするってことは念を押してるっていうふうに僕は思うので念を押すっていう作業は本来ここで抑制してやめてもいいのものをさらに観客によりそう思わせるために念を押してる、してるで念を押してるってことはイコール過剰っていうふうに僕は思うって言ってんだよ。なるほど、なるほど、うん、で見返してみると、うん、エータの先生は、うん、後ろ手に話してるんですよね、うん、俺あれがやっぱりあ自分もちょっと違和感の一つだったなと思った。なんとなく違和感があった、ね、そう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 、うん、だって普通謝る時は前に手を打ってこう謝るなと思ったんですけど、うん、結構偉そうに見えちゃうじゃないですか後ろ、うん、でもそれも多分あの緊張状況で、うん、もう思わず出ちゃったんだろうなとも思えるんですね。僕はもう一つあるのは、うん、その自分が認めたくないことを認めさせられることで、うん、リッジでね、うん、だからそこで手が後ろ手に行くっていうことの表現なんじゃないかと思うんですけどね、うんうん、そうですね、うん、だからひょっとしたら飴なくても、うん、ちょっと先生このおかしいんじゃないの安藤サクラさんが思っちゃうような演出はできたかもしれない、うんうん、っていうかできてると思うの、うん、できてると思うから、うん、飴はやっぱ過剰だったんじゃないかと僕は思う、うん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 、だし周りの先生たちも、まあ、角田さんがいるから余計にちょっとコミカルなぐらい、うん、ちょっとおかしく過剰に、まあ、人に見えるよね、うん、まあ無礼陰陰無礼な感じのもうのれんに腕押しの公務員的な受け答えをしてるじゃないですか、うん、すいませんちょっと一般的なちょっと公務員の方にあのパブリックイメージとして我々が持ってそうなってことね、はいはい、そうそう、うん、っていう演出もされてるからもう十分ちょっとなんかおかしいなっていうのは分かるんですけど、まあ、そこにダメ押ししたことが気になる人と、うん、それほど気にならない人に多分分かれたのかなっていう気もしますね、うんうん、なので、まあ、雨のシーンはちょっと一つなんですけど、うん、それをきっかけにしてすごく過剰な演出が気になってしまった人たちと、うん、いやそれはそうじゃないよって言って全然別に世界観に入れ込めたし、うん、まあ3部作あの 3つの展開を通して作品がやっぱすごく良かった最高傑作っていう人にまあすごく極端に言うと2つに分かれてるような2つとは思わないけどね、うん、まあだからいろんな見方がある中で、うんうんうん、やっぱりそういうふうに大きく分けるとそういうふうに見えてしまうような見方があるっていうことは認めるけど、うん、そうですね、うんうん、なのでこれだけ凝った作り、うんうん、すごく考え抜かれた演出でもこの3部構成っていうだけで、うん、もう俺は過剰だと思うんだよね、うん、なるほどね、うんでその過剰に、うん、さらにその念押しで、うん、このなんか教師がもしかしたら社会人として問題があるんじゃないか、うん、教師として問題があるんじゃないかっていうことを、うん、もう普通にその雨のシーンがなくても見ててわかるのに、うん、さらに雨を舐めさせることによって観客に確信させる過剰さがそこまで僕はいるのかな、うん、映画としてって思ったっていうだけで、うんうんね、まあ舐めても全然だから舐める行為に対して言ってんじゃなくて送り手がそれを付け加えた行為に対して言ってるんで演出としてそれを使ったら演出としてそれいる、うんうんうん、そこまでやっぱやりたいんだっていうねまあやった方がより効果的って思われたんですか、ね、あともう一つは、うん、その連関するじゃない、うん、シーンが、うんうんうんねね、第1部で見たその飴が実は第2部で高畑充希さんが渡してるっていうふうにこの連関させるのをやりたかったことも一つあったんだろうなっていうのはある で、ねうん、で結構皆さん気になったシーンとかすごく特徴的あるいは印象に残ったシーンいくつかあるんですけど、うん、校長先生がスーパーらしきところで子供が走ってる時足引っ掛けるじゃないですか、うんうん、あれがどうなんだろうってそれも見る人の解釈の一つだと、うんうん、僕は普通に走ってる子供がいたからいさめた、うん、っていうことだと思うんだそれは走るのやめなさいじゃなくて足引っ掛けることでそれを止めたってことですかね、うんうん、止めたっていうか走ってると転ぶってことだよね、うんうんうん、だから転ばせたってことだよ、うん、T さんは私も同じですね、うん、でなんかあれをやるとさらに校長先生悪い人に見えるっていうのもあると思いますけど、うんうんまあやっぱり最初なんかよくわからない反応が薄い先生だけどあれを見せることで
実はちょっとこの先生もどうなのって思わせた演出だっていうことですかね。うん、なんていうか人格的にやっぱりどっかおかしいんじゃないのっていうのを思わせたかったと思うんだよね。あのその最初の受け答えで安藤サクラがいろいろってことに対してなるべくフラットな発音でフラットな抑制で全部喋る、しかもその言い方とあの喋ってるセリフが、まあ、いわゆるその場当たり的な公務員が喋りそうなパブリックイメージのねいうのを喋らせるっていうのがやっぱり結構この送り手側の意図だったと思うんだよね。でそれの一つでやっぱりその彼女がもしかしたら子供を引いたんじゃないかっていうのは後半出てくるわけだけど、うん、まあそれ以前にその走ってる子供がいたら転ばせる、うん、まあそういう人なんだろうな、うん、で僕はだから彼女はあれいつもやってんだと思うんだよね、うん、ある意味で、うん、まあいつもって毎回毎回じゃないにしても転んでる子供がいたら転ばせる、うん、あ走ってる子供がいたら転ばせるぐらいのことはする人なんだと思うんだよね。あとそのコメントでいただいた解釈で、うん、まあ、孫を事故で亡くしてる、まあ、これはその校長先生がやったのか旦那さんがやったのか、まあ、置いといて、うん、そういう子供の事故に遭わせたくないからこう警戒っていうか戒めるためにやってるんじゃないかっていう、まあ、その事故の部分は僕は思わないけど、だから戒めるためにやってるのは戒めるためにやった、うん、ただその行為が人間的にどうなんだっていうふうには思わせるためにやってんだと、うんうん、でもあれはだから戒めてるのはその事実だと、ね、だから普通にあのもっとナチュラルな戒めだったら例えば手で走っちゃダメだよとかってすることだってあるわけじゃないですか。でもあの校長の心情として、うんうん、味わんないと分かんないっていうふうに思ってるんだと僕は思ったけど、ね、転ぶことで転ぶことで走ったら転ぶんだ、なるほど、っていうふうに思わせてんだと思います。なるほど、うん、あとやっぱり火をつけたのが星川くんかどうかっていうのも、うん、まあはっきりは描かれてないけど、うん、星川くんだろうなっていうのとそうじゃないんじゃないのっていうの、まあ、僕はそうじゃないと思ってるけどね。竹内さんなんでそう思われるんですか。いや単に火つける理由がないから。 あともう一つね、物理的にチャッカマンで火つけるのは結構大変っていうか、うんうん、いや別にチャッカマンで火つけてるわけじゃなくてチャッカマンで火がつく何かをつけてるんだと思うよね、うんうん、でもその火がつく何かを用意するほど彼はその放火することに対して執着心が強いのかどうかっていうと、うんうん、映画見てる限りそれは分からないから、うん、単にチャッカマン持ってただけで僕は彼はつけてないというふうに僕は見てるけど、ね、うん、だけどそこもあ星川君がつけたんだって思っちゃう人もいるでしょう。でもだからそれがミスリードの一つで、送り手はかなり意図的にそれをやってるから、うん、まあ、それも僕は過剰だと思って、過剰っていうかこの絵が企みだらけなのよ。そうですよね、うんうん、で特にこの三部構成にしてるから、うん、まあ、さっきも言ったけど映画が連関して見えるように観客に思わせたいわけだよね、うんうん、そのだからその観客をまあ操るっていうとなんだけど、まあ、観客の鼻面を捕まえて引き回すことを結構意識的に僕はやって、そうです、ね、強い脚本だと思ってるわけ、ね、うん、なのでその強い脚本を作るために僕はだからこの間も言ったけどもうちょっと抑制してる方が作り上がりとしてはより映画的にいいものができたんじゃないかなと思うけど、まあ、その映画的にいいものっていうのもちょっと誤解を生みそうだと思うんだけど、僕的に言えばなんだけど、やっぱり演出と特に脚本がやっぱ過剰だと思うんだよ、ね、それでね、うん、あのちょっと気になるシーン他にもあるんですけど、うん、まあ、脚本の話になったんでちょっとそこに飛んじゃいますけど、うん、やっぱり坂本さんが脚本書かれて、うん、あのテレビドラマでやる脚本の構成と、うん、やっぱり2時間の映画だと違うんだけれど、やっぱりそのテレビドラマ的に作る要素の多さがこの脚本にも出ちゃったのかなっていう、うん、僕はね多分これもともと多分その最初ね、うん、その川村元気プロデューサーともう一人のプロデューサーと坂本さんで脚本を練り始めたじゃない、うん、で坂本さん多分ね結構これ力が入ってると思うんだよね、うん、だからやっぱ今回目に物を言わせてみようとかそういうことじゃなくて、自分ができるやっぱり最大限に今の現代を捉えた、今自分が考えているね、ずっと練っていてドラマの脚本にしようか映画の脚本にしようかと思ってたこれを映画にしようと思った時にやっぱかなりきちんといいものを作ろうっていう力が入ってたと思うわけで、これがやっぱり今回の脚本の根幹になっていて、で本人のインタビューでもなく答えてるみたいだけど、三部構成にしたのは、うん、そのテレビドラマ的な作り上がりで自分が得意な部分を発揮できるように、うん、この三部構成の作り上がりにしたっていうふうにおっしゃってるんだけど、うん、そうするとそのいわゆる1話と2話で伏線がねあの出たものをどっかで回収したりとか、うん、まあ、さっきも言ったように1話と2話と3話と4話とやってる時に
ここで出てきたものがここで連関してくると、うん、観客にはこれ複眼的に見えてくるわけだよね、うん、ここで見えてきたものこうって見てたものがこういうふうに見えるっていう、うん、そのいつも言うなんていうのこれそこから見ると丸ですけど縦から見ると縦ですねみたいなそういうそのいわゆる複眼的な見え方してくるわけじゃない、うん、これがやっぱり映画的な教師を盛り上げてくることは確かなわけよ、うん、それとやっぱり映画のやっぱ強い印象として、まあ、さっき言った雨舐めるシーンとか、うん、そのチャッカマンだとか、うん校長が足で転ばすとかねガムもないのにガム削ってるとか、うんまあ、そういうふうなそのなんつうんだろう全体の映画を見た時の記憶の強さにつながっていくと思うし、うん、そのドラマが連関していくいろいろ、まあ、伏線というよりも連関だと思うんだけどその連関していく映画の面白さ、うん、でそれを今回はそのプロデューサーと坂本さんが練り始めたその企画を途中で是枝さんが受けてるからいつもの是枝さんのやり方というよりもこの脚本と企画と映画の地平を僕が貢献できるだけ頑張ってなるべくこの脚本の良さ企画の良さを潰さないようによりいいように発揮できるように俺は答えてやんなきゃいけないっていうのが今回の僕是枝さんの立場だったように勝手に僕は推測してるんだ。まあでもそれはあの前回の収録でも言いましたけど、うん、元の脚本を映画にすると3時間以上になるんで、うんうん、でそれを1回削りました坂本さんがね、うんうん、でもそれを是枝さんが結構復活させてるっていうことで言うと、うん、まさしく竹内さんがおっしゃったよね。しかもなんか是枝さんが付け加えたセリフとかもあるみたいで、うんうんうん、やっぱりその是枝さんが多分後からこの作品に寄与、それから貢献、うんどっちかというとなんか言葉的にはそっちが近いと思うね今回は、うんうん、だから是枝さんはもちろん是枝さんの映画だと思ってると思うけれど、うんうん、脚本賞を取ったこと多分一番喜んでるのは是枝さんじゃないかという気がするんだよ ね、まあ、そうでしょうね。それはそうでしょうね、うん、坂本さんとやりたいやりたいっつって坂本さんが力入れつ作った脚本で、うん、いいものできたと思って出したらね、坂本さんと組みたくて坂本さんが脚本賞を取ったっていうのはすごく監督として誇らしいよね。そこに今回の作品の特性があって、うん、やっぱり脚本的に過剰で送り手側が意識して送ってるもの、うんっていうのをなるべく映画的にトーンとして通底させて一本の映画にしようってさせてると思うわけ。だからその僕は過剰だと思うけれど映画の作り上がりとしては非常に安定的な過剰さだと思うんだよね。そこがだから今回の是枝さんの力だったように僕は思ってるんだけど。なるほど。まあそれで言うとね、うん、他のシーンでもラストの近くで川を見つめるところで終わってる田中さんとか、だからこの間僕も聞いたけど、あれは自殺するんですかしないんですかっていうことに繋がってくるわけじゃない、うん、とか、あの獅童さんがビニール袋にどうもあの缶ビールか缶チューハイかなんか持ったままよろけて倒れるんですよ、うん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 、あれはだから息子のことはどうでもよくて飲んだくれてるのかとかね、うんうん、息子のことを心配してないのかとかっていうカットに見えるし、うんうん、あと湊君と同級生の女の子で北さんと女の子がいるじゃん、彼女はこっちで見ながら BL の本読んでるわけですよ、うんうんうん、それで音楽教室にこれ持ってって北さんって言ったら、うん、いや星川君も音楽担当なんでって言って、うんうん、わざわざ星川君に行かせて、うん、行かせて2人の関係を後ろから覗いてるわけですよ、うん、とかもうとさあと瑛太さんがね、うん、自殺するかしないか見せるシーンとか、うんうん、あと髪切ったのがその辺に散らばってるとか、うんうん、で水筒から泥が出るとかも、うん、ものすごいたくさんありすぎるぐらいありすぎたなと、うんうんうん、2回目見て、まあ、さらに気づくわけです、まあ、ちょっとあの泥のシーンとかはなと思うんだけど、ね、うん、やりすぎなんだよ全て。そうでね、うん、でねそれをいやいやそんな見ててそれが面白かったじゃないですか、最高に感動するとこに結びつくじゃないですかっていう人と、うん、やっぱり伏線多すぎて伏線じゃねえんだよな、うん、でそれをなんか答え合わせしてるのがなんかわざとらしいとかっていうご意見もあるんですね。いや連関だよね、うん、連関性をやりたいんだよね、うんうん、だから見直して思うのは本当にものすごくそれがたくさんあって、うん、ありすぎるぐらいあって、うん、まあ映画的に気持ちのいい部分もありながら、うんうん、もうちょっと省いてもいいんじゃないのと思う。だから過剰なんだよ。ね、いや過剰なんですよ、でもまあその過剰がこの映画を作り上げてるので、だからこの間も言ったけど怪物ってタイトル自体がもうミスリードだと僕は思ってるんですね。ミスリードっていうのはなんかわざとそのためにつけたみたいに思われてるかもしれないけど、そうじゃなくてミスリードしたいのは怪物ってタイトルつけることでそのいわゆるその指標とか
と抽象的象徴的なこう柱を立てることで、うん、映画をなんていうか見やすくさせるっていうのかな、うん、ためにリードする、つまり花面を引きずり回すための視点として怪物っていうタイトルを使ってると僕は思うんだよね、うんうん、だからそれは怪物を使ったことが悪いって言ってんじゃなくて、うん、怪物を使うことによってみんなが怪物を探そうとして映画を見るというリードを引き起こすことでタイトルをわざわざ怪物にしてると思うんだよね。しかもコピーで怪物とは誰なのか怪物とは何なのかまで入れてる、ね、それはギャガの余計なお世話だと思うんだけど、うん、でも多分それは送り手側の意識を受け取ったギャガが過剰に作ったコピーだと僕は思う、うん、でもあの予告編のね別バージョンで是枝監督も同じようなことを発言、うん、是枝さんはだから今回は言わされてるのかな、いや作品に貢献したいからこういうのでいきますって言った時に、うん、分かりましたと、それを受けてんだと僕は思うんだよね、うん、しかもね、うん、その怪物誰だって言っても、うん、間違いじゃない映画じゃない、はいはいはい、だからそこがすごいわけよ。だけど竹内さんは、うん、怪物とは誰かっていう映画じゃないよねって前回おっしゃってたじゃないですか、うん、いやでも怪物とは誰かっていう映画じゃないのに、うん、怪物誰だっていうことによって、うん、みんながそれに花面を引きずり回されていくことによって映画を見るから、そうですよね、そうなんだよ、うん、これをやりたいんだよね、うん、だから答えとしてはね、うん、怪物は誰にしもある要素がどっかで怪物になっちゃったりすることもあるし、それを強いてる周りの人間が怪物だったりするし、でその強いては世の中全体が怪物なんじゃないのとかっていう解釈はいくらでもできるんですけど、俺2回目見て竹内さんが言う通りそれ全然そういう映画じゃないなってすごくちょっと思ったんです。でもそれをやることによって映画が見やすくなると思うわけよ、うん、それとあと話題にするときに怪物は誰なのかみたいに言えるじゃない、うんうん、そうするとやっぱ訴求力として怪物誰なのっていうのを表に出すことによって、しかもこれがさ見終わった後に決してマイナスではないと思うわけ、うん、だからこういうね象徴的な柱を立てることが映画を世の中に喧伝させて伝播させていくことと、見終わった後にいろんな解釈が違う、いろんな解釈をしてもいいっていうのを、この怪物っていうタイトルをつけることで全体がこう容認を持ったバランスが取れていくと思うわけ、うんうん、だから宣伝的にも送り手側の、示唆としても怪物っていうタイトルをつけることは何とかなすごいこの映画に貢献してると思うわけ。そうですね、だからこれを僕はミスリードって言ってるわけ、はい、うん、だからネガティブな意味で言ってるわけじゃない、いやネガティブにも言ってるし、うん、ポジティブにも言ってるわけ、うん、どっちもあると、そう、うん、でそれはだから見た人によるので、うん、あのえ怪物なんかいなかったじゃんとかね、うん、田中優子だったんだ怪物はって言っても、いやいや指導でしょうみたいな、だからそれでいいわけよ、うんうん、実はさ、うん、それって全然正解じゃないわけよ、分かる分かる、だし正解なのよ、分かる分かるっていう、怪物をつけたことによって、うん、そういう何が正解か何が正解じゃないかはより分からなくしてるわけよ、うん、そこがうまいと思う。でそのいろんな意見が出ると、うん、怪物どうだった、いや怪物だ全く分かんなかったっていう人もいれば、うん、いやー恐ろしい映画だったっていう人もいれば、うん、感動したっていう、まあ、ものすごいいろんな意見が出るから、うん、怪物安藤サクラですよ、まあ、それはちょっとまあ置いといて置いといて、それ演技者としての怪物ってね、それ映画の本質と違いますから、もうもうもうミスリードしたんですよ、うんうん、だからそうなると、うん、口コミがすごい伝わってくると、うん、自分で確認せざるを得なくなりますよ、ね、しかもやっぱり佐藤さんみたいに何度も見てやろうって思うじゃんてかやっぱなんか見逃してんのかなとか、あとほら人がいろんなところで論評してるの見ると、うん、なんかその場面ってどんなことがあったとかさ、うん、そうやって見るとなんかもう一回見たくなるからリピーターになるよね、そう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 、それで自分は二度見直してすごく思ったのは、うん、やっぱこの二人のね、うん、少年たちの情愛、うんうん、向上、これがねやっぱものすごく1回目より全然効くんですよ、ね、あのそれはね佐藤さんが一遍俯瞰して全部見て、うん、体がなんか溜めてるじゃない、うん、そうするともうねベクトルがその怪物だったり、うん、いろんなその技巧とかじゃなくて、うん、一番この2人の純粋な愛情がこの映画の支柱にあるってことを知ってるから、うん、もうやっぱりそこに目がいっちゃうんだよね、だから今聞いてても鳥肌が立つぐらい、うん、なんかそこはグッとくるんですよ、うん、分かるよ、でしかもそこに、うん、また送り手は企みがあるから、うん、2人が喧嘩した風になってる時に、うん、あの堀先生が、
仲直りしような男らしくっていうわけですよ。そう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 、これがまたずっこいよね。いやっていうかね、この脚本が全部ずるいのは、その桜ちゃんのね、お母さんがお父さんのようになんとかとか、あなたが結婚して幸せな生活をするまではとかね、いちいちそういうさ、そのハラスメント的な会話を日常会話の中でつい言っちゃうような体で言わせるわけよ、どんどん。そうすると、みなと君はたまらず、僕はお父さんみたいになれないとか、悲しそうに言うんだよね。でもね、あの、さくらちゃんが演じてるお母さんは、全く子供がそんなこと考えてると思ってないし、あの、ほら、お釜の人がその食レポやってんだかなんかやってる、ドラマ見てる、あ、じゃない、バラエティ見てる時も、息子がものすごい真摯にそれを見てるなんて思ってないわけよ。これっぽっちもね、こればっかも思ってないわけよ。だからもう、クラスの同級生と同じぐらい、いや、もっとひどいと思う。生やした感じでね、あの、子供たちはね、ある程度に分かってんのよ、その二人のニュアンスが。だからからかうわけ、ラブラブって。うん、そう、もうね、分かんのよ、大体、うん、だけど、お母さんが一番分かってないのよ、自分の息子のこと。それはやっぱり、一生懸命育ててるがゆえのファッションがやっぱりそっちに向いてないんだよね、うん、一生懸命食べさせて、一生懸命その着るものとかも、あの、不自由を与えずに、他のね、あの、双親がいる子と同じように、うん、何の、あの、何、こう、障害もないように育てたいと思ってるがゆえに、うん、そういう自分が考えてる正当性というところに引っ張ってってしまってるわけだよね。うん、そうですね。で、だからそういう不用意な発言をさせる、してるわけだよ。うん、でも本人は不用意な発言と思ってないから、うん、余計これがね、困ったちゃんなんですよ。そうですね。でね、質問で、うん、そこに関連した質問があって、うん、湊は、うん、さくらさんの母親と、うんうん、に対してどう思ってたの？いや、愛情はあるけれど、やっぱり自分のことを分かってもらえない、うん、でも分かってもらえるのもまた困るわけよ。なるほど。だからそこにすごく複雑な感情があるから、うん、お母さんに対して先生がやってないとかなかなか言えないわけだよ、うん、だし、そのさくらさんのこうなんか不用意な発言が、うん、結構やっぱグサグサきてる。グサグサっていうよりも、絶対お母さんには僕のこの感情を分かってもらえるとは思ってないわけよ、うん、大好きで愛してはいるけれど、うん、この人に僕を分かられることもやっぱりちょっと嫌なんだよね、うん、そのなんかあれがお母さんに対して正直に真っ向からいろんな感情的発言をぶつけられない要因になっていて、だからお母さんには何も言えないわけよ。で、時たまでもお母さんの言うことにイラッとしてなんか発言するんだけど、言った瞬間に、うん、あ、やばいやばい、このまま言うとバレちゃうとか、うん、まあ、そういう感情につながってんだと。そうそうだ、ね、まあ、ちょっとバレちゃうってのはちょっと違うんだけど、うん、あの、お母さんに分かってほしいけど分かってほしくないんで。だからお母さんをずっと見てると、うん、自分がちょっと同性愛的な性自認が出始めてることをストレートに伝えたくない、伝えられないっていうのは湊は絶対感じてますね。湊が一番気にしてるのは、なんだっけ、よりくん、よりくんに対して愛情を感じてることを周りに気づかせたくないっていうことと、何らかの形でよりくんがいろんなからかわれるのをなんとか守ってあげたいっていう、まあ、この辺に集約されていて、そのためなら嘘をついても何してもいいと思ってんだよね。まあ、何をしてもいいというよりも、彼を、ま、守りたいし、彼を愛していることを気づかれたくないことに自分の行為が先進してるわけだよね。それ以上のことにあんまりこう気を使えないんだと思うんだよね。子供だからそんな視野も広くないので、とにかくもうバレないように生きていきたいわけ、しばらく。そうですよね、うん、まあ、だけど彼に対する愛情はどん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 強まってっていうのは間違いないですよね。そうなんだよ。しかもこれが子供的にこれ間違った感情とも思っちゃってるわけだよね。だから人にも言えないし、その相手にも言えないし、お母さんには気づかれたくないし、で、先生に対しては悪いと思いつつも、うん、やっぱこれはバレるよりは嘘ついた方がいいわけだし、うん、っていうことにつながってんだよね。で、まあ、それに関連してなんですけど、うん、前回竹内さんが、うん、よくこんな役受けたよねっていう発言されたじゃないですか。よくこんなに大変な役を、あの、だからそれをね、うん、本意を伝わってない方がいらっしゃるみたいなので、な、ね、ちょっとその本意を語っていきたいんですけど。いや、だからもう非常に難しい役だし、そうですよね、これもしかしたらプライベートに旧友とかからバカにされたりする可能性も、バカにされるっていうかからかわれたりする可能性もあるわけだよ、うん、お前ラブラブやってたな、ね、お前も執念じゃないかって抱きついてたじゃんみたいな、ね、うん、俺にやめてくれよとか、そんなよとかね、うん、まあ、いじめられる可能性だってあるわけじゃん。だし結構デリケートな、うん、年齢に差し掛かるから、俳優としてこのね、うん、非常に複雑な、うん、その湊君と依里君の感情と、うん、その
彼ららしいその演技をすることも演技的、うん、俳優としても非常に大変な重い役だよね、うん、しかもまあこれ、まあ、安藤サクラや瑛太とかね高畑充希、うん、あの田中裕子っていう演技校舎の中でこの表現をやんなきゃいけないっていうことで、うん、本人たちもそれもすごいよく分かって引き受けてると思うわけ。いやもう分かってると思いますよ。こんな大きな大変な複雑な役でしかもプライベートにかかってきそうな役をよく受けたなっていうことで非常に勇気ある決断だったと思う。そうなんですよね、うん、だからシーンはそういうところにあるので、うん、決してこんなひどい役とかこんなどうしようもない役って言ってることは全くない、ね、まあ、こんな表現が良くなかったし、うん、それにもっと付け加えなきゃいけないなっていうのは僕もコメント読んで感じましたけど、うん、こういう大変な役を受けるのは相当、うん、勇気がいったと思うし、まあ、あとその多分これ大人たちも説明してると思う、うん、そうなんです、うん、でねあのこのシネマサロンでも、うん、あの別の映画で世界で一番美しい少年っていう映画の題材取り上げましたけど、うんうん、結構やっぱりきちんとフォローしてあげないと危ない可能性すらあると思うんですよね。でしかもまあ本人たちはね、うんうん、多分それでやりますって言うよ、ね、説明されて覚悟して受けたけど、うん、その想定していたことじゃないことも起きる可能性もあるわけだよ、うんうん、でしかもまだこんな子供じゃないですか、うん、がその重いね、うん、その何こう圧力を受け止めなきゃいけないわけじゃん、うん、これは大変なことですよ。だからねここまで素晴らしい演技をするだけに余計ねそうものすごい繊細な、うん、ものすごい感受性もあり表現力もある子たちだからちょっと心配にはなりますよね、うん、ちょっと心配、うん、そのあとも、うん、その後10年ぐらいまではきちんとフォローしてあげないと大変だと思うよね、うん、まあこれはお父さん方も、はい、周囲の人たちも分かってるとは思うんだけど、うん、分かってるとは思うんですけど、うん、そこはね本当にそう大変だと思う、フォローしてあげてあげたいなっていうふうにちょっと思いました、うんうん、はい、あと結構あの皆さんが気に留められた表現で、うん、校長先生の田中さんと、うん、まあ、湊君が、うん、トロンボンとホルン吹くシーンで、うん、あの幸せについて校長先生が言うじゃないですか、うんうん、みんながあの得られる幸せじゃない一人だけの幸せは意味がないのよみたいなことを言うんですけど、うん、それがなるほどと思う人と、うん、それどういうことなのって決してそんなことないよねっていう人とに分かるんですけど、まあ、あのこの映画はいろんなミスリードをしてるけど、うん、そのうちの一つだと僕は思います、うん、っていうのはだからそれはこれをお母さんが発言してる不用意な発言に近いものと捉えてもいいし、うん、本当はだから田中裕子さんが演じてるこの校長先生が周囲の大人には言えないことを言ってるのかもしれないし、うんうんうん、それは逆にその湊君の非常に感受性が強いところを言ってるのを、うんうん、まあ諭して言ってるのかというふうにいろんな意味があると思うんだよね。まあ、その前に堀先生にね、うん、学校を守るためにあんたがやりなさいみたいに言ってるからね、うん、だそっと全体多数の最大幸福が幸せだっていう発想の持ち主なのかなとミスリードしてるんですかね。あ、それはミスリードじゃなくて、うん、そういうふうにも思わせてると思うし、この発言をだからいい発言なのか悪い発言なのか見た人のそれぞれの解釈にするようにわざとそのどうとでも取れる抽象的な言葉をこのいろんな校長先生のその足を出して転ばしたりしてるのも含めてそこにそのキャラクター造形として付与している言葉だと思うんだよね。これはなかなか難しいけど僕はあんまり重要じゃないように思うんですけど、ね、それはそこにすごく心を止められた方も結構いらっしゃる、ね、僕はこれ周囲の大人にはなかなか言えないことを子供だから不用意に発言しているというふうに先生が、先生が、田中先生が不用意に言っちゃった。田中先生というよりも清水校長先生が不用意にポロッと本音に近いことを言ったというふうに受け取るのが自然かなというか送り手はそう思わせてるかなというふうに思ったけど、うん、でもこれは本当解釈次第だと思うよ、うん、そんなに重要な言葉では僕はないと思うけどね、うん、あと、まあ、三部構成的な最後のシーンに入っていくんですけど、まあ、やっぱりこうあれは2人は死んでる、うん、いや生きてる、うん、まあ、ちょっといろんな受け取り方をされる方も多いんですけど、うん、私はあのあれ竹内さんはどう思ってるかそのまんまですっていうふうにおっしゃったじゃないですか、うんうんうん、またもっと竹内さんらしい回答だなとあの時は思ったんですけど、うんうん、2度目見て、うんうん、そうだなとちょっと思うんですよね。例えば事故から10ヶ月後とかね、うん、1年後とかね、うんうん、
の時に2人はもう元気になって、なんか引っ越すとか言ってたけど、今もいて一緒に走ってんのかなと思ってもいいし、まあね、あの電車は横転してるし明らかに、で土砂がね上から来てるから、まあどう考えても亡くなってんだろう、しかもね両親が、あと親が迎えに来て先生が迎えに来てるのにその後一緒のシーンがないから、あとね顔の登り方とかもおかしい、でお母さんたち来てるのにそこで会ってない、それは死んでるに決まってる、まあどう見てもいいと思うんだよね、まあ柵もないし、もう台風後の改正にしては、その辺の草木も全然台風でなぎ倒された後もないから、いや3ヶ月後でもいいわけだよ、それだけどその前に、その抜け出すシーンがあるから、直前にね、だって3ヶ月間そこにいるのをちょっと変、抜け出してその3ヶ月後を描いてる、まあまあ解釈の一つじゃない、ただ多くの方は、まあ、死んで、あの世で幸せになってるんじゃないかっていうご意見の方が多かったですね、まあ、でもそれはそれでいいと思いますよ、全然間違ってないと思うし、だけど自分はまあ確かにそこはそこにどうなのっていうよりも、その2人のまあ気持ち、僕はどっちかって映画見た時に解決しないのが好きなの、だそのまま胸に抱いてずっと考えてる方が好きなので、そこに別に死んでるとか生きてるとかって決めることが楽しいとは僕はあんまり思わないから、だからこれは見る人によって解釈が違うのは、やっぱり正解として死んでるのか生きてるのかはっきりさせたいっていう人もいると思うんだよね、でそれはやっぱりその人の思考性なんで、それもだから僕は否定はしないわけで、だから見た人の自由じゃないかっていう考え方になって、僕はあのまま受け取って、そのまま今も胸にありますっていうことだよ、だけどその見返してみるとね、どうも、まあ、2人が列車の中にいて音がする、で土砂崩れ的な音に反応して出発かな、出発の音かなっていう、出発だねって2人で言い合ってるシーンがあって、でその後、僕たち生まれ変わったのかな、そのままだよ、そう、よかったっ、よく書いてきたね、っていうセリフがあるから、そうするとやっぱり生まれ変わったのかな、そのままでもよかったって言ってるのは、やっぱ俺にはちょっとその次の、まあそのビッグクランチの後的な感じに受け取れるんですね、それで合ってると思いますよ、だけどやっぱりこの2人の愛情の深さが、もう2回目の方が強烈に受け取れちゃうからあ、そういう映画だ、まあそりゃクイアパルム、まあ全然色はないですがみたいな感じはすごくしましたね、ただこれをね単なる同性愛っていうふうに見るのはちょっと僕は違うと思うんだよね、単なる同性愛では全くない、単なるっていうとまた語弊があるけど、つまり同性愛、あの本当に同性愛というふうに認識してるかっていうと、そこは僕はちょっとまだそうなのかなと思うけれど、そうじゃないのかもしれない、お互いのことが好きっていうのは間違いない、それは間違いない、それは間違いない、だけどそれはコメントされた方も、自分が少年時代を振り返ると同級生すごい好きだった、それは同性愛的ではなくて友達と好きだったとか、いやでも同性愛的要素もあったと思うのよ、そうです、ね、あったけど、だからイコール同性愛っていうふうにはならないだろうと思うんだよね、あの頃の非常にほらその、まあ、性の発芽でもあり、そんななんていうのかな、まあ、男女の差別区別があんまりない時であり時代であり、意識として認識としてそこまでそのセクシャルなことに対する確たるこう答えがない頃に芽生えた感情なんで、だからそれに驚くわけじゃない本人がね、それがやっぱりそれを描いてる映画だと僕は思うんだよね、だからそれをイコール、まあ、だからクイアパルに関しては全く僕は異論はないんです、異論はないけれど、これをだからイコール彼はそのうち同性愛になってっていうふうには、そうなるかもしれないし、そうじゃないかもしれないと思う、あとまた別の質問ですけど、あの堀先生はガールズバーに通ったんですか、まあ、通ったんでしょ、それは噂になってたのも、まあまあ、だが火のないとこに煙は立たないから、まあ、通ったっつっても何回行ってるかどうか分かんないけど、まあ、1,2 回行ったのを見られた可能性もあるよ、なるほど、でもしかもそれがなんか先輩の先生の付き合いとか、分かんないけどその友達の付き合いとか、そういう可能性もあるよね、中村獅童さんのお父さんはガールズバーに通ってたんですかね、それもあるでしょうね、あるかもしれないしないかもしれない、着火器が堀くんところから港のところに言ってたのはなぜ、俺はだからあの彼が受け取ったからでしょうね、で逆に言うとだからスニーカーは、湊君のスニーカーの片割れは、より君のところにあるわけだし、
チャッカマンがヨリ君から港君に移ってても全然おかしくはないんじゃないか、うん、あとあのでそれがもしね、うん、ヨリ君が火をつけたということを、港君が思ってたらそれをかばうためっていう可能性もあるよね。そういう可能性もある。あとあの印象的なセリフで言うと、あの永田美月さんと堀さんの堀先生のやり取りで、男の大丈夫と女のまた今度が当てにならないみたいなやり取りが面白かったっていう、それ多分元はネットでしょだろうねってやつです。まあそういうことだよね、うんうん、そうですね、うん、あとノベライズではね、うん、またちょっとラストに戻るんですけど、うん、安藤サクラさんの母親と堀先生が名前を呼び続けるが、うん、2人は止まらないっていうふうになってるんですね。おー、なるほどね、うん、ってどういうことみたいなね。2人は呼び続けるが2人は止まらないんでしょ、うん、走っていくて、ね、まさにそうなんでしょう、うんうん、それはじゃあ時勢的にはいつなのか。いや今でしょ今でしょあとあのさっきもちょっと言及しましたけど、うん、2時間とテレビドラマってやっぱ違うんですかね。いやあのだからその作り方の地平としてどう考えるかの問題なんで、うん、もちろん違うとも言えるし、うん、同じとも言えるでしょうね、うんうん、まああとあれですね、キャラクターがやっぱりどの主人公あ主要キャラがみんな多面的に見えちゃうっていう、うん、でその割にサブキャラは結構一方向というか、うんうん、ティピカルな描き方だから、うん、そこにちょっと違和感を感じる方もいらっしゃったみたいですね。でもそうじゃないとこういうドラマ作れないからね。もう設定が多すぎちゃって、まあ、っていうかやっぱり観客のパブリックイメージと、うん、それからその映画を見ていく時のそんなに5人、うん、みたいなものを送り手は結構利用してるの で、うんそうでしょうね、だから全部が全部さ、うん、そのバラバラなやつを書いちゃうと、うんなかなかそれはその何集合体としてのそのなんていうかな世界観を作れないから、そこはやっぱりそうなってしまうよねどうしてもねと僕は思います。うん、まああのそれでいくとキャラの一つの木田さんがね、うん、あの結構俺はどうもやっぱり湊にすごく好きだっていう気持ちは、うんうん、あの2回目だとよく分かって、うん、その通りだと思いますですよね、うん、絶対そう だからこそこういろいろ気になる行動をしてるし先生に嘘もつくし、うん、みたいな、そう、まあ、それは明らかに好意持ってるですよね、うんうん、だけど BL 漫画を読んでるっていうねまあだからその好意も複雑なんでしょうね、うん、結構、うん、あとあの湊君が、うん、あのさくらさんが、うん、ちょっとコンビニ行って買い物行ってくるとかちょっと買い忘れだったから、うんうんうん、で消しゴム取ろうとするじゃないですか、うんうん、でも帰ってきても消しゴム取れてないんですよね、うんうん、なんでちょっと取りたくなかったんですよね、うん、あとどう解釈したんですか。いやあれはもうちょっと普通にさくらさんと同じようにあれなんかおかしくなってるこの子って思ったんですよね。だから彼らには考えてることが多いからだと思うんだよね。 あとね、まあ、だから細かいところで言うと、うん、あの星川くんが来なくなった教室で、うん、ちょっといじめてたメガネの男の子が消しゴムで机をガーってやってんですよね、うん、で先生が消しゴム取って、うん、あれは今度は標的が彼になったんですかね。それはどうかな、何なんだかな、うん、あれもちょっとよくわかんない、まあ、そうかもしれないよね、うん、あと質問で、うん、ちょっとこれ本質的な作品とは全く関係ないご意見っていうか質問なんですけど、うん、是枝監督への批判をする人っているじゃないですか。あ、いますね。反日映画だとか、うん、見るに値しないとか、カンヌはそもそもつまらない先に賞を与えるとか、そういう人がいらっしゃるのはどう思いますか。まあ仕方がないことだと思う。それやっぱり是枝さんが映画監督の立場でいろいろ発言されるリベラルな発言とかされることに過剰に反応される方もいらっしゃる、まあ、っていうかやっぱり自分がその持っているいろんな考え方と、うん、その考え方によって是枝監督を見ていくと、そこにいろんな感情が生まれてくるのは仕方がないこと だって見ただけで嫌な人とか嫌いな人いるじゃん。それの延長上にあることだと思うけどね、うんうん、あの私個人的にはちょっと是枝さんがどういう政治的な発言をしているかまでは正確に把握してないんですけど、だけど自分がそれほど相入れる主張とは思えないんです。だけど作品は別だなって自分は思うんですね。だから是枝作品は作品として面白い楽しければ見るし、あの感動すれば感動したっていうふうに単純に思うんですけど、まあ、一番あれじゃない、その
国のお金を使って映画撮ってたのに、はい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 、受賞したら、まあ、辞退しますみたいな、うん、官邸に呼ばれるのに辞退したの。なんか安倍首相からあの官邸でお会いしたいって、お祝いしてあげたいって言ったらそれを拒否されたとか、そういうのに反応する多分そこだと思うんだけど、うんうん、まあ仕方ないことですよ。あの名前がやっぱり世の中にいっぱい出てくと、うん、でそれでやっぱりいろんな作品を背景にいろんな発言をしていくと、うん、まあ、それが気に入らないと思うっていう人がいても仕方がない、うん、まあ、是枝監督の政治的主張と合わなければそれを元に、いや政治的主張じゃないでしょ、ないから単に嫌いなんでしょ、うん、だから仕方がないと思うよそれは。なるほどね。あとその作品がつまんないっていうのは、うん、結構それなりに多くいらっしゃると思うんだけど、うん、まあ、これも好みの問題だから仕方がないんじゃない、うんうんうん、まあ、私と同じくクイア・パルムがネタバレになってるのが残念っていう方もいらっしゃいましたね、うん、だけど2回見て全部分かってるのに、うん、全然そうは思わなかったの、まあ、そのネタバレの概念をどう考えるかの方が重要で、うん、クイア・パルム撮ったことがネタバレっていうのよりも、うんうん、それがネタバレだと思うことの方が、まあ、これは佐古さんに対しても思うんだけど、うん、うーん、ちょっとそこは僕は疑念は抱きますね。それネタバレなの本当にって思う。まあできれば知りたくないっていうぐらいネタバレとまで言う、ね、でもそれ言うなら本当に映画祭とかマーケットに行かないと映画見れないよねって話にはなりますよ。そういうことです。極論するとそうです。極論つうか、いやっていうか極論しなくてもそうだと思うんだよ。そうですね。あとまあ感動ポルノじゃないのみたいな、感動ポルノこれ、うん、っていう人もいらっしゃいました。いや俺はそうは全然思わないけどね、うん、感動ポルノっていうのはいわゆるその感動、泣けるぞ泣けるぞ感動するぞ、うん、みたいなことで、それをだからこう目標にドラマ作りとか演出とかをしていって、観客にこんな映画に泣きたくないのに泣けるって思わせる、うん、それがそうだと思うんだよね、うん、しかもまあ僕その言い方あんま好きじゃないけど、うん、今までそう感じたのあったとか、チャンプ、はいはいはい、とかやっぱりね、まあ、感動 ポルノとは僕は思わないけど、うん、泣かせられたけど映画としてはもう一つだなと思った、うんうん、ような映画もあるけど、別にこの映画泣かせにかかってるとか感動させにかかってる映画だとは思えないよね、うんうん、ミスリードの方向が泣かせる方向や感動させる方向に持ってってるんならともかく、うん、むしろ感動させない方向にミスリードしてるから、うんうん、作り方としては、うんうん、いわゆる感動ポルノの作り方とは違うなと思う。多分でも第3の構成のこの港とね、星川よりくんの情報がすごく響くからそう思うんですかね。まあ、まあ、それはだから受け取り方の問題なんで、うん、まあそう受け取っちゃった人は、うん、まあ、今僕はこうに言ったけど、その人がそう受け取ったんなら、うん、まあ、仕方ないかなと思うけど、まあ、2回目見て自分もそこのシーンがすごくやっぱ印象に残るんで。でも感動ポルノっていう演出してる？とは、まあ、私は思わないですよ。例えばどこの演出が感動ポルノなのかっていうところまで書いてほしいよ、うん、だったらちょっと議論はできる。まあ、例えばそのこの二人が、うん、あの周りの大人も子供も含めて、うん、同性愛的な関係にあるんじゃないのっていうふうに思われたことで、すごく、まあ、いろんな圧力とかバッシングを受けたことで、また二人がこういろんな次の展開があるみたいな、それを基軸に描いたらちょっと過剰と思うかもしれないです、ね。まあ、過剰というかだからその泣かせにかかったり感動にさせる特筆すべき演出があれば、うん、まあそういうふうなことを思う人がいてもおかしくはないと思うけれど、うん、そんなそこに特化する特筆された演出があったようには僕は見受けられなかったってことですね、うんうん、これ田口さんのプロデューサーだったら、うん、どこをどう変えたいみたいなことあります、まあ、まず僕は作んないよねこういう映画。あ、なぜこんな技巧的な映画を手に負えると思えないから、うん、大変だと思うこれ作るの。だよね、うん、多分全部の全てのシーンもしくは削ったシーンも含めてものすごい考察とか、一番これは大変なのは、うん、多分脚本を読んで、うん、映画を見てるような状態で頭の中でダメ出しをしていかなきゃいけないから、うん、そこまで頭の中で映像化できるのは結構大変なことだと思うんだよね、うん、それで議論していくのは、うんうん、想像できない、映像化される想像っていうか頭の中で一回本当に構成ができない、うん、このだからそのいろいろミスリードしている、うん、まあ、僕が過剰だと思うようなトリッキーなギミックな演出を頭の中で整合性があるかなんか不合理があるか、やっぱ頭の中できちんとこう、うん、映画に一本していかないとなかなかできないと思うんだよね。
これはなかなか見事で、これはプロデューサーと脚本家と監督のやっぱりなかなか優秀なとこだと思うんだよね。ただ僕はもっと純度の高い映画世界を作りたいので、こういう技巧的な映画は多分思考的にもあんまり作りたくないと思うんじゃないかなと、技巧的、まあそうですね、もうちょっとこう空いて隙間がある方がいいんですかね、うん、余剰感がある方が好き、うんうん、ここまであのみっしりいろいろ技巧を凝らしされると、ね、僕はちょっとやっぱり、うん、だって今日思い返してまだ一部ですからね、それでもこんだけ議論してても、でもそんだけ手数を、手数ありますかね、成功性を持ってきちんとやっぱりやってるってことは、うん、技術的な作り上がりとしては見事だと思うんだよね、うん、しかも演技陣もそれに応えてるし、うん、その物語もきちんとそれに沿った物語をしてるし、うん、まあ過剰過剰って言ってるけど、うん、その過剰の中の世界観として非常に作り上がりに統一感があるから、うん、そこに文句は言ってないんだよね、うんうん、だけどそのまあ堀井先生ってすごい細かい性格で、あの誤植見つけるのが趣味みたいな表現があったじゃないですか。ちょっとすら違うよね、うんうん、で作文見直した時に、うん、俺最初は港星川までは分かったんですけど、うんうんうん、好きまでとも書いてあるんですよね。あ、そう、それで先生も気づくわけじゃないですか、うんうんうん、2人の関係、赤入れてる時に初めてね、うんうん、そういうことだったんだ、うんうん、だから申し訳なかったって言うんだよ、ね、だからそこまではね、男らしく仲直りしろよとか言っちゃってますからね、うんうん、そう。じゃあ最後に、うん、講習予想ですが、うん、今いくら行くんでしょうか。あ、でも前回言ったよね、講習このぐらいは行きそうだって。それは覚えてる、うん、いくらつってんだって俺あるんですか。アベレージ79万の、うわ、まだ結構高いね。先週90万台で、うん、まあほぼ80万なんで、でももしかしたらこれスクリーン上げてるかもか、うん、そうですね、うん、2週目で客が入ったから、うん、まあ割と中ぐらいのところから大きいところ、うん、小さなところから中ぐらいのところ、うん、各シネコンがやると、うん、当然それはあのアベレージは割れてくるから、うんうん、8億7千万まで弱までいってますね。そうだね、うん、いいとこだよね、うんうん、まだ2週目の頭でしょ、うん、これも今週で10億超えちゃうもんね、うん、そうすると、まあ、だから25から30、うん、下手するとオーバーってとこじゃないかな、うんうんうん、40、50まではちょっとそこまでいかないかも。いやでもこれが続けば当然なくはないよね、うん、でもまあないかな、うん、25から35ぐらいなんじゃないのかな、まあ恋愛映画とかね、サスペンス映画とかでは、まあ、サスペンス的な要素はあったとしても、いやっていうかやっぱりあれじゃない、うん、その結果論じゃないですか、それは、うん、はい、たまたま今回はこういうことだったんじゃないかなと思うけど、うん、でももしかしてその延々とこの SNS とかで盛り上がっていけば、うん、本当は見ないつもりだった人が劇場に足を運び始めると、うん、まあもしかしたらその50に近くなっていく、だんだんどこまでいくか分かんないけど、うん、っていうのはあるんじゃないかな。なるほど、うん、で佐藤さんいくつだと思う。まあそうですね、30いくかいかないかぐらいなのかなとちょっと思いますけど、まああとはね、東郷さんなんでもうちょっと引っ張ろうかとか、引っ張るからね、うん、ありえるんで、うん、まあ、そこはちょっと我々とは違うんで、まあそうだな、やっぱ25ぐらいかな、うん、から35いって35ぐらいかな、うんうんうん、ということで皆さんにたくさんのコメントをいただいてこれで全部答えられたんですかね。まあもちろん、いや漏れてるとは思います、うん、もちろん全部僕らがね理解してるってことではないと思う。でも2回見た佐藤さんコメント少なかったの。ええ、そんなことないですよなんかよく喋んないつもりだったの、結構喋っちゃったな。佐藤さんごめんなさい。なんか T さんありますか。いやでもなんかこんだけコメントが来て、皆さんがなんだろう、欲求、うん、こう知りたいという欲求が強い映画なんだなっていうのを実感して、うん、でもなんかこのやりすぎ表現だったりやりすぎ宣伝は、うん、なんか竹内さんがその絶対に見る層に宣伝は当てないで、その、うん、見るかもしれないところ上にいる層の中からどんだけ取ってこれるかってことで、ね、うん、なんかちょっとでも人数の多い人に見てもらうっていうのにはつながるんだろうなとは、うん、そうだから観客の鼻先を捕まえてくるその訴求力を上に乗せるのが、ね、まあ、こういう映画の宣伝の鉄則なんで、すごいそれを感じました。よく送り手がちゃんとそれをやれてる映画ってことは言える、うん、そうですよね、うん、はい、
忘れてたコメントで、うん、我々こそが怪物なんじゃないのっていうご意見もありました。まあだからそれも正解だと思う、うん、まあっていうかもうこの間もなんだっけネットで言ってるやつが犯人だって言ってたでしょ清水たくみさんが、うん、でもそう言ってる彼も犯人だったってことだよね。まあそうってことは我々も怪物なんだよ、うん、特に佐藤さん怪物だあと送りってだって怪物って怪しいものって意味でしょ、うん、まさに怪しいもんじゃん。いやいや全然怪しくない。いやいやって否定すんの、うん、いやいや、まあ、そう取る人がいても否定はしますか、うん、いやそう取りました、はい、怪しいで送り手が怪物なんじゃないのっていう人、ね、まあ、送り手が一番怪物かもね、うんまあ、怪物とは何ぞやっていうのもね、まあ、つまりさ、ね、怪物っていう概念がみんな違うから、うん、そうですね。怪物なんて出てこねえじゃんって人もいれば怪物はあれだったとかこれだったとかっていうふうに言える人もいて、まずその怪物って概念が全然違うものをタイトルにすることがだからミスリードだってことなんだよね、うん、まあ誤認とか錯誤とか先入観とか、うん、そういうものを非常にいろんなものを利用してるってことですよね。だからそのモチーフとなったのも同性愛やねあのモンスターペアレンツとかいじめとか学校の隠蔽体質こと流れ主義男らしさもういろいろありますからね。なんかほら坂本さんはなんだっけその前に車が止まってて動かないからプップッと押したら、はい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 、その車椅子だかなんだかが通るのを前の車が待ってた、はい、トラックが待ってたっていうね。でそれをこっちから見えないから押しちゃったけど、うん、まるで自分が悪いことしたみたいに思ったみたいなことを発言されていて、うん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 、その見えているその見え方っていうのがやっぱりなかなか難しいわけじゃないですか、うんうん、だ映画は確かにその見え方だから途中でほらこのさっきの原稿用紙の上にね誰それ好きみたいな赤入れてってそれを気づくじゃない。あの時にやっぱり自分の今まあのね星先生が自分が彼らに対して言ったりやらせてたことが全然理解できなかったことをまあある一面から見えるわけだよね。ある一面は見えるわけじゃない。でそれはやっぱりその自分が良かれと思っててやってたことが全然良かれってことじゃなかったってことに気づくわけなんだけど、それはだからさっき坂本さんがそういうふうに気づいてそれで脚本を書こうと思ったその最初のきっかけ、その見え方の問題でその何実際の結論を間違うってことはまあよくあることなんで、これはなかなか面白い映画的なその見え方、映画的なモチーフ、映画的な要素、映画的な材料だったように思うんだよね。まあ、それからこんなに面白い映画ができて、しかもその見え方が問題だったから当然見せ方がミスリードになるのも非常によくわかるよね。まあそうですね。だって見え方がわかんないから結論が違うっていうのは、見せ方が違うから結論が違ってくるっていうのにつながってくるわけだから、これはなかなか面白いよね。非常に映画的だと。でも逆にこれ宣伝でミスリードしない宣伝も難しくないですか。どういう意味ですか。いやで映画そのものがミスリードがいっぱいあるから、でもそのまま使えばいいだけじゃん。どういうふうに怪物だーれだって言ってりゃいいわけだから、うん、だからそれしかないような気がするんですけど、うん、他になんかミスリードしない宣伝ってありえない。基本はさ映画ってやっぱり映画の中からその宣伝の材料を取ってくるわけなんで、この映画の場合は送り手がいっぱい作ってくれてるから、うん、宣伝はその中から使いやすいものを使えばいいだけなんで、うん、そこに何の問題も僕はないと思うんだ。あとね一個すいません今更ですけど、うん、ちょっと質問で忘れてたのは、うん、宮戸がお父さんみたいにはなれないって言うじゃないですか、うん、で桜さんが結婚して幸せになってほしいって返すじゃないですか、うん、まあ、ちょっと噛み合ってないんですけど、うん、これやり取りにリアリティが感じられなかったんですって、うん、まあそれも見方だよね。でも逆に言うとお母さんは子供が言ってることに対して、だからいつも言うけど佐藤さんって僕が質問しても絶対答えないもんね、うんうん、なんか違う、まあでもほぼ絶対じゃん。なんか違うこと言ってごまかそうとするじゃん。ね、だから世の中ってやっぱり質問に対して答えないことが多いよね、すごく。だからこういうすれ違いは逆によくある話、うん、そう、うん、っていうかむしろその質問して答えてくれる人ってそんないないんじゃない、うん、と僕は思う。親子の関係であったとして、いや親子の方がよりないと思う。なるほど。お父さん どうしていなくなっちゃったの、死んじゃったの、お父さんはね星になったのよって全然答えになってねえじゃねえか死んだかどうか聞いてんだよみたいな、うん、そういうのもあるわけじゃん。だけど湊君は、うん、お父さん浮気しててそれで死んだって知ってますからね。知ってるからね、うん、これがまた痛いよな、うん、なかなか、うん、そういうもんだよね子供はね。
あのなんかやっぱり親がその子供に対してすごくこう、まあ、バカにしたっていうとなんだけど、うん、なんか子供用の答えを用意するじゃない。そうだね。だそれはだから本当はどうなのかってことだ。星になったんだよ。まあ典型的な例です。サンタさんは本当にいるのよとかね。そういつまで通じんだって話じゃない。そうですね。でところがある時にやっぱ子供が成長し始めると、親の言ってるそのおためごかしな回答が気に入らなくなると、うん、どっかで諦める子供いると思うんだよね。それもだからやっぱ噛み合わなくなってる親子関係って多分そういうとこから生まれてくんじゃないかなとは思うんだよね。しかもほら湊斗君は自分のこの心情をあの母親が理解してくれるとは思ってないから、うん、その諦めもあると思うんだよね。諦めで逆に湊斗君もごまかしたいわけなんで、そのすれ違いは結構相当あると思うんだよこの親子の場合は、うん、そうですね、うん、はい、分かりましたということで、あの非常にコメント熱量多いコメントをたくさんいただきましたので、第2弾として怪物について語ってまいりました。ちょっとそれでもね、皆さんまだ回答をもらってないとか質問したいということであれば第3弾の収録はないと思いますが、コメントで返せる分はお返しできればなというふうに思います、ね。まあ、でもその複雑ないろんな見方が出てくるように送り手が作ってるから、うん、皆さんそれぞれで考えてるのが僕はいいと思うんだよね。でもただいろんな人の意見を聞きたいっていう気持ちは僕もすごくよくわかるし、怪物を皆さんがどういうふうに見てるのか、だからレビューも読んでみたいと思いますし、だからコメントいただけるのも非常に嬉しいと思うし、読んでるだけで楽しいです、うん、やっぱ怪物がそんだけ大きないろんなものをはらんでいて、解釈使用させないように映画を作ってるから、それを皆さんがいろいろ自分のバックグラウンドで読みほどくっていうのはまさに映画の醍醐味じゃないかと思います。はい、ということで、うん、ということで本日は怪物、2回目の収録で、皆さんのコメントをもとに、語ってまいりました。さらにいろいろ思われたら、コメントいただければと思います。どうもありがとうございました。